そう迷ってたんですよ。そう、その6日まで。で、そう、そこまで時間できないかもしれないなと思って、そう迷ってたんですよ。そう迷ってて、でも今日、そう、そうスタッフさんに「愛ちゃんやらないの？」って聞かれて、そう、それが後押しになったと言いますか。そう、それでやろうって思ったので、そう、そこまで、なので、そう、時間は取れないので、なんて言うんですかね、もちろん、そう、そう、やる気はもうあるんですけれども、そう、あるんだけど、でも、そう、本当に、なんて言うんですかね、なんだろう、30分だっけ、45分かな、どっちかの方が、そう、ずつをやっていくのが一番、そう、いいらしいんですけれども、でも、その、そう、でも多分そうやるのができるかできないかがちょっとわかんないので、そう、わからないんですよ。そう、わからなくて。だから全体的に、そう、3時間が最大、最長3時間なんですけど、3時間、そう、できない時も多分結構あるかもしれないんですけれ、できない、そう、あるかもなんですけれども、で、はい、ところです。すごく 話まとまってなさすぎて、なんか伝わってないかもしれないんですけれども、そう、でも、そう、なんて言うんですかね、イベントだけど、そう、なんて言うんですかね、イベントだけど楽しく いけたらなって思っています。はい、いいんです。 そう、全然多分なんか日本語喋ってなさそうだった、絶対今 絶対今の時間日本語喋ってなかった、多分ごっちゃごちゃだったでしょ、絶対 日本語ごちゃごちゃしちゃう。そう、だからなんて言うんですかね、うん、そんなに、そう、そう、できる時間はそこまでないかもしれないですってところですかね。はい、あ、そうです、そうです、そうです、そう、自分の中でちょっと完結しちゃった。そう、なんて言うんですかね、そう、本当に、そう、無理しない程度にみんなで楽しみましょう。そう、何もってところですかね。そう、絶対なんか「え、こんだけしかできないのになんで参加したの？」って思われちゃうのも、そう、あれだったから、そう、説明なしに「参加します」だけ言って、そう思われちゃうのは嫌だったので、そう、これは伝えとこうって思いました。そう、そんな感じですね。そう、本当に、そう、全然今日の全然、本当お昼まで迷って、何も、そう、そう、参加しますもは言ってなかったんですよ。そう、迷ってて、そう、そう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 、ぐらいどうしようかは思ってた。そうね、はい、はい、でも、はい、参加します。はい、です。はい、はい、楽しみましょう。6日なので、6日です 6日までです。6日なので、6日ですっていうので、6日までみんなで
はい、楽しめたらなって思います。はい、そんな感じです。そしてね、話は変わりまして、そう、あ、待って、変わる前に、そう、予定、ショールームの予定はショールームに入れるのと、ツイッターに入れます。はい、うん、そうだね、ツイッターとショールームに入れるので、そう、でも多分そう、急遽やる時とかも全然あると思うので、急遽の時はちょっとそのまま行っちゃうんですけれども、そうそう、そう、そんな感じです。そう、はい、でございますってところですかね。はい、です。はい、そして話変わりまして、今日、そう、今日多田さんちの京香ちゃんとね、そう、久しぶりに会って、そう、K公演の初日ぶり、そう、初日見に来てくれてて、そう、京香ちゃん、そう、それで初日以来ぶりに会った気がする、わかんないけどわかんない、そう、そうなの、相変わらず、そうそう、面白かった、相変わらず。そう、なんか、そう、京香ちゃんがね、そう、会った瞬間、会ってちょっと、そう、会うじゃないですか、あ、おはようって、おはようって会って、そう、おはようって、どんな話するのって、まあいろいろ話すんですけどいろいろ話すんですけどっていう、あの、京香ちゃんと、そう、おはようって会って、ちょっとしたら、え、愛ちゃんって言われて、そう、愛ちゃんって言われて、何ってえ、何って言ったら、そう、終わった後ちょっとお話ししたいですって言ってもらえて、そう、かわいいと思った。そう、あんまりさ、そう、お話、なんかさ、その時に、え、これ面白くないですかみたいな感じで来るのかなと思ったら、終わった後ちょっとお話ししたいですって来たから、そう、かわいいと思って、そう、お話ししました。そう、京香ちゃん、京香ちゃんにはね、人見知りはね、あい、で、で、あ、でも、うん、出ないね。そう、出ない、いつも。多分京香ちゃん自体が、あの、そう、多分京香ちゃんのね、こと、そう、詳しくなくて、まあみんな知ってると思うんだけど、京香ちゃんって本当に喋り上手じゃないですか。だから、そう、喋ってくれるから、そんなに人見知りが発動しなかった。そう、毎回しない、京香ちゃんは。だから話しやすいっていうところはあるね。そう、あります。どんどん喋っちゃう。そう、まあ、もう本当にね、本当に京香ちゃん、そう、面白いよね、いっぱい笑う。あとめぐみんとも、そう、話して、めぐみんに755好きだよって伝えられたそう、本当に唯一見てる755って言っても過言ではないぐらい、めぐみんの755面白い。なんか癖になる、なりますよね、あれ、めぐみんの、え、そうよ、本当に、なんか本当に755とかも、あの、みんなの溜まってるんですよ、あの、プラス99みたいな、あの、そうなるじゃないですか。もう本当にみんなその状態なんだけど、めぐみんは、そう、面白すぎて、そう、見ちゃうんですよ。そう。そう、だからめぐみんに、そう、755、
755面白いねって、そう本当に言ったら、そう、え、見てるんですかって、もう見ないで大丈夫ですよって言われて、でもちゃんと見ます、あゆはこれからも、めぐみんの、そうでも本当に他の子見ないかも、めぐみんだけ面白すぎてめぐみんだけ見ちゃう、本当他みんなプラス99、そうツイッターとかもさ、本当にタイムラインバッてやってバーっていくやつだから本当に見ないの、人の、そう珍しいよね、だからめぐみんだけプラス99じゃないもん、いつも10とかそう、その発信してる数しかちゃんと出ない、めぐみんだけ本当に多分1回見たらみんな癖になるよ、ね、もうね本当にあゆめぐみんの755見た瞬間本当になんか一瞬でイメージ変わったよね、えって思った、めぐみんって、なんかえって思って、えって思って、そうとりあえずえしか思ってないんだけど、そう本当になんかもうすごいよね、あの本当にもう美人なねえ雰囲も顔とかさ雰囲気から想像つかない本当に、でもなんかかゆちゃんと似てる雰囲気があるなっていうのはある、かゆちゃんもさそう美人さんなのにさそう面白かったじゃないですか、だからそう似てるなって思いました、そう本当に面白い、そう伝えられてよかったなっていう気持ちです、大竹ひとみさんを見逃さないめぐみん755だって、そうなの、ひとみちゃんも、うそー、え、そうなんだ、嬉しい、なんか共通点ね、そうめぐみん本当に面白い、そう、ね、ちょっともうねもっと距離縮めてさ、なんかもっとめぐみんの素をもっとなんかね出していきたいなと思った、そうなのでそうだね水曜日はいもう引き出したいと思います、あいちゃんめぐみんの755に出没してみたらだっていいんですかいいんですかとか言っておきながら多分しないタイプの人間絶対しない、見ておしまい、見て満足しちゃう、そうでもそうでもね、そう変になんか出没してさあのめぐみんのあの巣が見れなくなっちゃうのもちょっと寂しいから、ちょっと変なことはしないね、はいそうしたいと思います、はい、ですはいそんな感じでございます、そしてはい今日のショールームもう本当に見てくださってありがとうございました、そうイベントのことは本当にそうあのそうそうあの最初話した感じなので本当にあのそう皆さんも見れる時に見てくださったら嬉しいです、はい
あ、どうもね、みんなめぐみの七五五見てみてね、面白いから。はい、そんな感じです。ランキング見ます。13位ピカルン、ありがとうございます。12位ヒデさん、ありがとうございます。11位ユキミツさん、ありがとうございます。10位カズヒロさん、ありがとうございます。9位ギャローさん、ありがとうございます。8位サンマさん、ありがとうございます。7位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。6位カズさん、ありがとうございます。5位翼ほしーさん、ありがとうございます。4位ゆうすけくん、ありがとうございます。3位ひびきちゃん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。1位あやなさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。またぜひ明日からのイベントよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。